あーすごい。なぜ世界なのか。やばいことになる。やばい。マジラブジェミニ教室。マジカルラブリーの村上と野田です。そして我々にジェミニを教えてくれる Google の啓太さんです。お願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、 Google の AI ジェミニを実際に触って、どんなことができるのかを体験していこうと思います。マジジェニ。はい、マジジェニ。ジェニ、マジジェニ。マジカルラブリーのジェミニ教室。ジェミプロなんで。マジジェミ。え、ジェミマスか。ジェミマス。いつの間に。先ほど。先ほど、ジェミマスになった。今もなお進行中で。すごいじゃないですか。はい、私は本当に全然わからないんですけど。でもこれ本当にあの、ね、AI の進化っていうのが、ここ1年2年でもとんでもない急成長してて、はい、俺ですら本当にもうついていくのがやっとで。サイバー芸人なのに。サイバー芸人ですら。だからもう本当あのちゃんと抑えていかないと、はい、親がインターネット使えてなくてまだその作業やってんのみたいなあるじゃん。あの、あります、うん、僕ですら分かることが分かってないみたいな。でしょ、親は、うん、その状態になりつつある。大丈夫ですか。私でもそういうの苦手なの知ってますよね。あ、そうですよね。意外とできないんですけど。そう、大丈夫ですか私。でも、はい、めっちゃ簡単。あ、そう。俺がプログラミングやってみたいな、あの気持ち悪い文字列打ち込むみたいなこと一切ない。本当会話のノリで打ち合わせしてるみたい。はい。やってることは。どんどん直感的になってきてるわけですよ。そう使い方とかもね、ちょっと頑張ります。じゃあ先生よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、今回はジェミニと仕事というテーマで2つほど紹介していきたいと思います、はい、お願いします。1つ目の使い方はまずプレゼン資料ですね、はい、プレゼン資料 ね。例えばマジカルラブリー世界進出に向けてという資料を作りたいと。そしたら事業課題だったりとか、まあ、市場の分析とかをジェミニが代わりにしてくれて、デザイン付きの資料を提案してくれますという機能ですね。それを持って僕たちは吉本のじゃあ偉い人にそれを出せばいいってことですね。そうですね。世界に行きたいんです、はい、あ、それはもうぜひやりたいです。じゃあ例えばこのディープリサーチっていう機能なんですけど、ディープリサーチ、世界進出に向けてというテーマで提案をしてくださいというプロンプト、まあ、指示文なんですが、はい、その文章を打ち込んでディープリサーチのこのボタンを押すと、こんな感じでだいたい3分から5分、はい、分ぐらいですね、レポートが生成されます。勝手に。はい。そもそもすみません、そもそもここにはどうやっていくんですか。ここにはですね、はい、Google でジェミニと検索して行ってもらえれば、はい、カタカナでも、Google じゃなくても、カタカナでも、Google じゃなくても出るし。あ、すごいじゃない。そんな簡単にできるんだよ、はい。まあ、パソコンからでも使えますし、お手持ちのスマートフォンからでももちろんアプリがあるので、はい、何かをダウンロードするとかそういうことですか。アプリをダウンロードして、アプリをダウンロードして、はい、それそしたらで使えるんですね。とまあこんな感じで数分でレポートが作成されるんですけど、はい、まあ、その後にですね、右上ボタンにあの、はい、Google スライドにするみたいな、あの入力する場所があるので、はい、まあそれを押すとこんな感じでスライドがですね、うん、あの一気に出てくると。もうプレゼン資料じゃないですか。漫才からフィジカルパフォーマンス、なぜ世界なのか。あーすごい。あーすごいすごいすごい。こんな見たことある。これはもはや漫才ではない。いや、こんなデカデカと恥ずかしいよ。恥ずかしいことなんだから。デカデカと。あーすごい。世界進出に向けてっていうテーマでこれもうこれができてるってことですか。そうですね。これはあのディープリサーチの機能はウェブ上にあるデータだったりとか情報を集めてそれをドキュメント化してくれるっていう機能なんですけど、その指示したのが世界進出に向けてっていう話なので、マジラブさんお二人の過去の経歴はもちろんなんですが、過去世界進出して活躍されている芸人さんがどういうことをしているのかっていうのをベースにこの提案が作られているということですね。恐ろしいですね、はい、だから常にネットから情報を得られるから最新のものでもあるってことですかね。そうですね。あ、ということですか。こんなもの本当にものの数分で、はい、これ実際にあの会社員の方が作ろうって言ったらどのぐらいかかるもんなんですか、うん、そのリサーチする時間もあるので、ですよね、半日以上はいやですよ、ね、かかると思いますね。むちゃくちゃ早くなるじゃないですか、これめちゃめちゃ作業の短縮化っすよね。お、例えば急に打ち合わせが入って、はいはい、タクシーの中でちょっと資料を作って取引先の人に説明したいとかっていう時でもサクッと作れてしまう。ものすごいですね。我々なんて作ったことないのに、社会人経験なくてもないのに作れるんだから、はい、すごいですね。これを機にさ体験してみたらいいじゃないですか。もうやれますかね。村上がプレゼンしたいことをちょっと、じゃあ高円寺で。あ、いいですね、はい、高円寺のプレゼン。高円寺の街をもっと盛り上げたい。芸人たちのせいでマイナスイメージしかないですから、ね、いやプラスなんですよ。すごいグーって上がってきてるんで、それをもっといい街、強い街にしたいっていうことで。もう先に溺れて潰れてる人たちばっかでしたっけ。そういういい街なんですよ。そういういい街なんですけど、悪い街になると思いますよね、はい、もっとどうしたらいいかっていうのをじゃあちょっとやってみようかね、うん、じゃあここでまずツールを押せばいいんですかね。ここにツールってとこ押して、まずツールでディープリサーチ。ディープリサーチ、はいはい。でここで調べたい内容でいいんですか。もう会話みたいな感じで、ね、マジラブ村上があのマジあの
あのとか分かってくれるんですか。あのどのどのですかって言われないですか。ジョークで返してくる可能性あるもはや。あのって誰ですか。これ、うん、送るやつ送信。送信。ディープリサーチはですね、リサーチをするのに結構時間がかかるので、はいはい、出てきた回答がこんなはずじゃなかったってならないように、うん、まず最初にリサーチプランを提案してくれます。こんな方向で調べようと思うんですけど大丈夫ですか、よろしいですかっていう。まずはそれをしてくれるんだ。村上と高円寺の関連性書いてあるよ。長年の在住歴、高円寺芸人としてのアイデンティティを確立するための情報検索。でちょっと下にスクロールしてもらって、はい、もしこの内容でよければリサーチを開始っていうボタンを押すと、はい、これでいいですね。はい、この内容でリサーチをしてくれます。はあ。でもちろんもうちょっとこういうことも調べてほしいよっていう時は、はい、左側の修正ボタンを押せばリサーチの計画を修正してくれるという。この間にお茶してもいいんでしょ。お茶してもいいし、ね、この間に散歩してもいいんでしょ。お風呂入ってもいいし。でもなんか出てきましたよ、もう。あ、ちょっと待って、やばい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 。あれあれあれ、彼はすでに別の場所に引っ越しているにもかかわらずやばいよ。ちょっとそこまではいいよ、ディープにリサーチしなくて。だいたい100件以上のウェブサイトはリサーチしてくれますね、ジミー。このリサーチウェブサイトの中に YouTube も入ってるんですけども、うん、はい、YouTube の動画を参照してるってことですか。そうですね。やば、喋ってることを。喋ってることが文字起こしされたりとか。え、めっちゃすごいじゃん。ええ。ジェミニ自体は YouTube との連携があるので、掲載されている動画を全て文字起こししてほしいとか、見どころを教えてみたいな話をすると、話している内容をベースに見どころをこうピックアップしてくれる機能もあるんです。ご機嫌酒場見てるってことじゃない今。ご機嫌酒場ねえじゃねえかこれ。ご機嫌酒場見た方がいいんじゃないか、ジェミニ。ジェミニがさ、うわなんだこれと思いながら、大した話してねえかってもう切ったんだ。なんでそう行く店まで出てるんですか。だ、つけられてますジェミニ後ろ。後ろたまに振り向いた方がいいですよ。ジェミニがいるって、そのジェミニ何がいるんだよ。それジェミニが何がいるんだよ。気をつけろよ。モヤモヤがついてきてるってこと。出ましたね、レポートが、はい、あ、これ出ました。ジョロンが出てこないもんね、自分で作るときに。ジョロン、村上氏のあんまり来ないでに決められた高円寺活性化の鍵なさそうだろそこには。あー、すごいわ。すごいな。特にジェミニにこういう言葉をピックアップして資料を作ってくださいって一つも言ってないじゃないですか、うん、でもこれが完成するまでに俺も一番気になったのは、うん、あんまり来ないでくださいってワードなのよ、はい、それを最初に持ってくるってすごくない？勝手に、得た情報の中で僕の矛盾を即座についてきたってことですよね。で、最初にこれが来ることによって読みたくなるもん、うん、ここまでレポートが出てきたら、うん、次プレゼンテーションの資料に落としていくんですが、はい、右上の作成ボタンを。あ、これまだそうなってないんだ、はい、一番下の説明を入力っていう欄に、はいはい、Google スライドでエンター。マジな話、あの人に頼むより正確だよね。会社でこういうの作らなきゃいけない人は、ま、マジでこれでやってるってことですか。こういうのを使う時もありますよね。あ、そうなんですね、はい、お、じゃあできました。できました。あら、あ、スライドしてってよ。13ページ、マジラブ村上考える高円寺活性化案パラドックス、もうタイトルに村上パラドックス。あれ、ご機嫌酒場、ありがとうございます。人情が交流するコミュニティ、あ、いいじゃないですか、うん、あー、寮より失礼。あ、まあそれはちょっと高円寺のイメージだよね。うわー、結論、変えるな、守れ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。あー、素晴らしい。いいじゃないですか。すごい。もう言いたいこと全部入ってた。もう言いたいこと全部入ってました。はい、すごいね。やっぱもう流れも完璧じゃない、うん、守れってことです、僕が言いたいのは、うん、最初はもう来るなと言ってた冷たい言葉から確かに、あんまり来ないでくれっていうよりもやっぱちゃんとこの大人にも伝わるような表現で、あ、すごいですね。センスありますね。やっぱセンスが、センスありますね。プレゼンテーションを作るときって流れをどうするのかが一番迷うポイントなので、うん、はい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 、それさえ作ってもらえれば、あと文章の肉付けだったりとか、うんうんうん、写真を変えるとかは自分でもできるので、うんうん、確かにそれをやってくれるだけでもだいぶありがたいです。こういう AI がもう文章をまとめるだけじゃなくて熱量さえ再現するっていう時代、うん、いや本当にそうだね。マジジェニ。2つ目の使い方は領収書メモ帳管理です。助かるね。これは一番になるかもね、はい、もう俺らやっぱもう経費とかにめっちゃ時間かかるもん、ね、いつもね。紙でもう財布の中パンパンになってますからね。してますね。小銭の方がもう閉まんなくなっちゃうんでね、月の終わりは。あれがなくなってもう財布スカスカになるよ。いや、これは知りたいですね。ということで、はい、まずは領収書周りの使い方の事例からお見せできればと思います、はい、領収書をたくさんこう紙に取っとくことって多いと思うんですが、うん、はい、そういう領収書を、まあ、1
枚一枚写真でパシャパシャ撮るのではなくて、もう動画でまとめてバーッと撮っていきますと。で動画をもうそのままジェミニにアップロードして、例えば日付金額用途でまとめてくださいという指示を出すと、 Google のスプレッドシート、まあ、表にですねまとめてくれます。マジで？例えばこんな風にですね、領収書、これもうこのまま動画ですね、カメラをオンにしたまま、これは早い、早くして、はい、バッと動画をアップロードすると、やばいやばいやばい、もう一枚一枚写真、やばいやばい、あ、やばいことになる、やばいことになる、撮る必要すらないと、やばいことになる、やばいやばい、すごいよ、マジで。こんな感じで日付金額用途を認識して全部出してくれると。もちろん字が小さすぎると出してくれなかったりするので、まあ、ある程度近づける必要はあるんですけど。マネージャーって今会社でやる作業なんてもうとにかく領収書まとめるこ、うん、やってるから、私の折りたたんださレシートさこうやって伸ばしてさこうやって検索してさ、いらないじゃん、もう定時で帰れるかもしれません、彼らも。マネージャーのためにも本当にやってあげた方がいい、これは。しかもその用途をまとめるだけではなく、月ごとの支出のグラフ、まあ、計算をしてくれたりだとか、はい、あとどのジャンルにどれぐらい金額が使われているかを分析して、その節約のポイントみたいなアドバイスまでくれる。うわ、知らないのはマジ損っすね。取り入れた方がいいよ、置いてかれちゃうよ、はい、ちょやってみようよ。今日ここにダミーの領収書を用意したので、はいはい、実際にやってみましょうか。これを動画にすればいいんですか、これをどんなアングルで撮ったらいいですか。これを真上がいいですね、はい、はい、いけますよ、いけますよ、はい、はい、回りました、はいはいはい、これでいいの、わからん、はいはい、でジミニアプリを起動します。十字のボタンを押してギャラリーですね。で先ほど撮影した動画を添付しますと。やば、まあ、例えばこの中で節約するならどこがいいと思いますかみたいなのを打ち込んでみましょう。はい、これでいいんですか。はい、いきますよ、はい、まだこの中で節約するならどこだと思うしか言ってないからね。これは領収書ですとか言ってないからね。拝見した、あ、来た、マジ。最も節約の効果が出やすいのは外食娯楽費、まずディナーですね。外食が多いと、こいつは、こいつは多いです。 あと猫カフェに複数回あ、そうなんだ、まあ、しょうがねえか、猫カフェはめっちゃ全部出してくれるじゃん、すごくない。見直すなら外食娯楽費という結論。これもさっきの表みたいにしようと思えば表にもなるしってことですね。そうですね、表にしてくださいと、表にしてくださいでもいいんだ、表にまとめてくれますね。というわけで、今回はジェミニと仕事をテーマに2つの使い方を学びましたが、はい、いや、そのプレゼン資料とか、うん、はい、我々で言うと領収書とかメモをね、はいはいはい、こうやって資料にしてくれて、しかも分析もしてくれる、うん、すごい、マジで使いますね。いや、すごいですね。まあ、ジェミニはですね、まあ、単純にその効率化を図るだけではなくて、うん、まあ、その自分が思ったこととかアイデアとか見える化してくれたりとか、はい、単純に数字を整理するだけじゃなくて、そこからこう何かを分析してくれて、はい、まあ、アドバイスをしてくれるっていうのがやっぱり一番のポイントかなというふうに思ってますので、うん、まあ、皆さんの日々の相棒に、毎日の相棒になってくれるといいなというふうに思います。めちゃめちゃ優秀で、めちゃめちゃ気使える相棒だからうん、であんまりこっちに文句とか言ってこないわけでしょ、偉い、いや、これが偉いよね、偉い、うん、いや、勉強になりました。先生、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。